素敵ねえ。どうしたんだ、霊夢？ため息なんかついて？どうしたもこうしたもないわよ。刑事様のことを思うと胸が痛くて。ははーん、それは恋心だな。やっぱりそうなの？自分でもそうじゃないかと思ってたわ。いつになったら刑事様は迎えに来てくれるのかしら？いや、もう亡くなって400年以上も経ってるぞ。マリサ、それは言わないで。刑事は霊夢からだけでなく、様々な女性たちから愛されていたようだな。戦での武功だけでなく、天真爛漫な性格や強烈なインパクトなどから、皆の心に残りやすいんだろうな。確かにそうね。刑事様は漫画やパチンコでもかっこよく書かれているけれど、史実の面でも数々の逸話を残した伝説の人だと言われているもの。よし、それじゃあ今回は、霊夢が愛した刑事にまつわるエピソードとして、原作から主人公である刑事を愛した女性たち5選を紹介しよう。む、これは強力なライバル出現ね。負けないわよ。それでは早速、歌舞伎5選。では、第5位から紹介していくぞ。第5位にランクインしたのは、おふうだ。え、おふうってあの小さい子？あの子が刑事を愛していたの？おふう派第5はうなる野獣の剣の巻にて初登場するぞ。命の恩人である刑事を大切に思い、旅を続けるうちに好意を寄せるようになる。アゲヤの遊女に嫉妬する場面も多々出てくることから、刑事への思いは確定かな。幼いながらも刑事に恋心を抱いていたんだが、原作途中で七霧の里の村長の孫ということが発覚、祖父の末七霧の里へ帰郷したため、最後まで恋路の行方を知り得ることはなかった、という点で、第5位にランクインだ。へぇ、あんなに小さいのに一丁前に嫉妬とかしてるのね。小さいと言っても、実はおふうは14から15歳の少女なんだぞ。そうなの？どう見ても小学校低学年ぐらいなんだけど、そこにおふうの秘密があるんだ。どんな秘密があるの？教えて。実はおふう杯は兵衛と同じ七霧の里出身で、耳そぎ岩希望という荒くれ者にさらわれたんだ。そして、岩希望が倒した相手の耳をそぎ、その耳を桶に入れて担ぐという役目を岩希望から与えられていた。残酷、そんなことを女子にさせるなんて最低だわ。ほんとそうだよな。もちろん、おふうも好きでやっていたわけではないぞ。四つ石目から刑事殺害を依頼された耳そぎ岩希望と刑事の果たし合いの場で、刑事が岩希望を一刀両断したことで、おふうはやっと自由になれたんだ。よかったわね。でも、ものすごいトラウマになりそう。そうなんだ。岩希望から解放されたものの、おふうは笑顔になることがなく、刑事もほとほと困り果てていた。そこで担いできた耳桶を、刑事がおふうと一緒に埋めたんだ。その場で刑事が酒でも飲みやー、耳を落とされた男たちも成仏するだろうと、おふうに笑いかけ、そこでようやくもうこれ、割眼でいいの？と笑みを浮かべた。耳桶の中の亡霊の呪縛から、ようやく解放されたのね。そうだ。その後、すっかり元気を取り戻したおふうは、ふるさとである七霧の里へ帰るまで、刑事らと旅を共にした。道中、刑事の先発を手伝うなど気遣いも見せていた。旅の途中で刑事がアゲヤの女に夢中になる描写があるんだが、おふうは明らかに嫌そうな、怪訝な表情を浮かべていて、骨にどうした、焼けるのか？とからかわれている。まあ、好きな男性が他の女性にデレデレしてて良い気分はしないわよね。おふうは刑事一行の中では最年少だが、捨て丸や岩兵衛に対しても、今日なまりの鋭いツッコミをたびたび入れる、しっかり者でもあるぞ。七霧の力予知能力とも取れる異常なまでの勘の良さを誇り、自身が周囲の大人たちの事情によって、政治的に利用されようとしていることを悟り、自分自身の成長を止めてしまったんだ。なんてひどい大人たちなの？あどけない少女を政治に利用しようとするなんて。しかしその目論みも刑事らによって阻止され、おふうは本当の自由を手に入れたんだ。よかったわね。周りの大人たちに狂わされたおふうの人生だけど、刑事に助けられて、一緒に楽しく旅ができて、最後にはふるさとのおじいちゃんのところへ戻れて、おふうがもっと大人だったら、私の負けだったかもしれないわ。なんでお前が張り合ってるんだよ。続いて第4位にランクインしたのは、奥村かなだ。幼い頃から刑事を思い続け、結婚もしていないことから刑事への本気度が伺える。また、表面には出さないかなの連呼だが、心の内にはものすごく熱くたぎっている。前田松のふりをして刑事の気持ちを確かめようとしており、刑事のことを本気で思う気持ちが伝わってくることから、第4位にランクインだ。この女が刑事のことを好きなのは知ってるわよ。新歌舞伎ラッシュの時、背後から誘うとしてくる人よね。霊夢はパチンコのことなら詳しいんだな。奥村かなは、第72話炎の瞳の巻にて初登場するぞ。刑事の爆落の友であり、良き理解者である奥村助右衛門の妹で、3人は、まるで兄妹のように育ったんだ。いいわね、兄のように慕っていた人に焦がれるなんて。久しぶりに刑事に会った時は、刑事も目を見張るほど健康的な美女に成長していた。刑事はかなの胸をじっと見つめた後、突如ほよんと触り、よう実るっとるわと満足げだった。いきなり胸を触るなんて、刑事様もなかなかね。さすがに胸を触られた時は、かなも驚いて刀を抜いてしまったぞ。
24歳を超えても未婚で、周囲からも嫁に行かないことを囁かれているカナダが、それだけ刑事のことを愛していたんだな。そうね。本当に心の底から刑事様を愛していたんだと思うわ。そんなカナダが、刑事を思うあまり突飛な行動をとってしまった。ええ？何をやっちゃったの？前田松のふりをして、刑事を呼び出す手紙を送ってしまったんだ。それはまずいわね。バレたらどんなお咎めがあるかわからないわ。確かにそうだな。カナの出した手紙を読んで、刑事は待ち合わせ場所にやってきた。ドキドキハラハラで、夜しか眠れないわね。いや、普通の人は夜しか寝ないぞ。まあいい、解説を続けるぞ。待ち合わせ場所に来た刑事に、カナはこう問うた。刑事様の心の中から、お松様を消し去ることはできないのですか？刑事は黙ってうなずき、カナに刀を託して背を向けた。それが答えだ。惚れた女のためなら、いつでも命を捨てることができる。その気迫を背中で感じたカナを、猛然と嫉妬が襲った。どうなっちゃうの？カナは刀を手に、刑事に切りかかった。しかし、実行することはできなかった。愛する刑事を自分の手で撃つなど、不可能だったんだ。なんとも悲しいわね。カナは刀を落とし、膝から崩れ落ちた。一度でいい、一度でいいから、私もそんな風に思われてみたかった。と大粒の涙を流したことで、カナの儚い恋は終わった。思い続ける時間が長かった分、刑事の思いを知った時のショックは大きいわよね。そうだな。カナのまっすぐな思いが強く伝わってくるエピソードだったな。ええ、そうね。これだけ刑事様を愛している気持ちが伝わってくるんだもの。第4位なのも納得だわ。さあ、いよいよトップ3だぞ。第3位にランクインしたのは、前田利家の正室である松だ。松も刑事を愛していたの？そうだぜ。己に対する刑事の恋心を知りながらも、利家の正室としてひっそり刑事を支えたんだ。刑事とはおそらく互いに相思相愛だが、松は正室であることから恋心を抑え込んでいる。11歳の頃に頼んだこれからもわらわを守ってたもという願いを、刑事は今も覚えてくれており、実行してくれていることを大変嬉しく思っているんだ。へえ、そんなつながりがあったのね。一緒になることができない二人だからこそ、互いを思いやり、互いの無事を祈ることにつながっているんだ。内に秘めた熱い恋慕が見え隠れする松が、第3位にランクインだぞ。叔父の妻という手が届かないところにいる女性が、自分を思ってくれているなんて、結構すごいことじゃない？素敵だわ。刑事との出会いは、松が11歳の時に遡る。野菊を取ろうとして崖から落ちたところを、刑事とスケイモンに救出された。うわぁ、かっこいい。松は、褒美として野菊を二人に差し出しこれからもわらわを守ってたもと微笑んだ。素敵じゃない、刑事とスケイモンにとって、この一輪の野菊こそ本当のご褒美ね。え、待って、大当たり中に流れる歌舞伎もの恋歌の歌詞に出てくる、愛しき野菊を抱いてゆくって、このことなのね。おう、正解だ。まさに、刑事の心情を表した楽曲だよな。うわぁ、そういうところまで歌詞に隠されていたなんて。松は、可憐で美しい容姿とは曖昧に、他の女性にはない豪胆さを持つ、歯切れの良い物言いと天真爛漫な性格の持ち主なんだ。これこそまさに、女情婦って感じね。ああ、だがこの性格が災いして、愛する刑事を死に追い詰めてしまう。どういうこと？刑事が秀吉から聚楽台に誘われたことは知ってるだろ？悩む刑事に対して、松はせいぜい笑わせて差し上げたらいいと話したんだが、その答えじゃダメかしら？相手が刑事ならダメだな。秀吉から越権に来いと言われているのだから、断れない。断ると愛する松を路頭に迷わせることになってしまう。そこにこの言葉だ。笑わせろということは、秀吉の前で恥をかけということだ。武士にそれはきつい。だから刑事は秀吉をやることにしたんだ。なるほど、そういうことだったのね。呪落台での越権を、そのことを悟った松は罪悪感に苛まれ、刑事を訪ねる。罪の意識で涙を流す松を見て、刑事は戦が終わるたびに会いに行くという。友のところへ松を連れて行く。友である長寿桜の元で待っててくれてありがとうと言うと、途端に突風が。刑事は顔中花びらまみれでこやつ、俺になかなか死なぬと悪態ついてござるよと一言。松の罪悪感を払拭するかのような刑事の笑みに、松も思わず微笑んだ。さりげなく松をフォローして、涙を止めるなんてさすが刑事様だわ。刑事を思う松の気持ちがよくわかるエピソードだよな。本当ね。松が刑事を愛していたことがよくわかったわ。さあ、続いて第2位の発表だ。一体誰がランクインしているかしら？第2位は、忍びの中の美女、坊からしの蛍だ。復讐に燃えていたはずだが、仇である刑事を目の前にしたところ、思っていた人物像と全く異なっており、しかも自分自身が、そのあだに恋心を抱いてしまったことに、衝撃を隠せていないところがうぶでよいな。なんか、マリサったらおじさんみたい。はじめは仇として出会った刑事であったが、一緒に過ごすうちに、刑事の男気、まっすぐでお茶目な性格、その優しさに惹かれていったホタル。己の恋心に戸惑いを感じた時もあったが、復讐を経て、やはり刑事への思いは本当だったと確信できた。
本物の愛を知ることができたんだわ。佐伯は愛する刑事を自分の手で殺さぬように影腹を切り、刑事に抱かれて息を引き取るという、くの一としては全うできなかった。女としての死を迎えることができた。相思相愛が確定していたにもかかわらず、蛍が先に行ってしまった点で第2位だ。こんな悲しいことはないわ。ああ、そうだな。刑事も号泣し、大声で吠えるなどいつもとは違う感情をあらわにしたんだ。それくらい、お互い愛し合っていたのね。やや小踊りを披露している際、小屋嵐にあったところを刑事に救ってもらったことで、二人は初対面を果たしているぞ。胸をはだけた踊りで刑事を呼ばいに誘うも、刑事の弾痕が大きすぎるため、生娘だと見抜かれた蛍にはまだ難しいということで、一旦お預けとなったんだが、この刑事弾痕事件をきっかけに、蛍は刑事が気になるようになっていったんだ。すんごい名前の事件なんだけど、まあそこは置いといてだな。蛍の心の変化は飛び加藤にもバレていて、指摘された時は赤面し、イライラを抑えきれず紅を引くのに失敗。挙句の果てには化粧道具を投げて破壊する、という描写まであるぞ。あ、図星だったってことね。あるあるだわ。いいなずけを刑事との一騎打ちで失っていた蛍は、刑事に酒を飲ませて復讐しようとしたが、刑事は蛍の右肩に押された氷室信成の紋章を見て、自身の右肩で蛍の刀を受け止めた。紋章を見ただけで、どの武将だったか思い出せるなんてすごいわね。そして刑事はお前の肩の烙印の痛み、わかるとは言わぬ。だがこれも戦場の習いであった、許せと蛍に謝罪したんだ。この謝罪を契機に、蛍の心は一気に刑事へと引き寄せられる。ついに俺はお主に惚れたと言われ、蛍は刑事と一つになったのだった。愛が成就した瞬間だわ、蛍、おめでとう。しかし、この幸せはいつまでも続かなかった。忍びの師匠である甲斐のコウモリから、刑事を殺すよう術をかけられた蛍は、刑事を殺したくないあまりに影腹を切り、大好きな刑事の腕の中で息を引き取った。ハッピーエンドにして欲しかったわ。切なすぎる。蛍の愛情がよくわかるエピソードだったわ。第2位なのも納得ね。いよいよラスト、第1位の発表だ。一番刑事様を愛した女性は誰かしら？楽しみね。第1位は、こちら、琉球王国からリサがランクインだ。まあ、安定だわね。私もリサだと思ってたもの。なんだ、やけに冷静だな。わざわざ琉球王国に探しに行くほどの女性なのだから、第1位は当たり前よ。それは刑事からリサへの愛情だろ。今回はリサが愛したことについて解説するぞ。あ、そうだったわ。つい嫉妬でお口が悪くなってしまって、ごめんなさい。これまで自らの美しさが原因でたくさんの人が血と涙を流してきたことから、リサは、自分の気持ちを表すことができずにいたんだ。しかし刑事と出会い、自分の求めていた自由な海は刑事だったのだと理解した。愛する刑事を追って日本へ移り住み、晩年まで添い遂げた愛はまさしく本物だ。海を隔てた恋心、自分のふるさとを捨ててまで刑事を追いかけ、歌舞伎をサメにまで導いた。リサの愛がたっぷり、ということで、見事第1位にランクインだ。確かに、これこそ純愛と呼ぶにふさわしいわ。第1位なのもうなずけるわ。刑事とは、刑事たちの乗っていた船が難破してリサの住む小島に漂流したことで出会う。リサはいつも心にぽっかり穴が開いていて、どこかで自由な海が欲しいと考えていた。そんな時現れた、潮風で視力を失っていた刑事をリサは海外宿看病した。視力が回復した後、刑事はリサを一目見てこの女性だと確信。リサに惚れていることを素直に告白したんだ。刑事様ったら男らしいわ。もちろんリサも、刑事を自分の求めていた自由な海だと自覚していたぞ。村の最長老に刑事を紹介した際にも、二人の相思相愛ぶりは表面から漏れ出ており、最長老もこの男にならと、刑事の人柄を称賛している描写もある。その後少年王と再会したリサだったが、心の中に刑事がいることをはっきりと伝えた。少年王が、リサをこれほど動かした男を見てみたいと思うほど熱い思いだった。リサも、ついに自分の気持ちを言えるようになったのね。そうだ。そして自身にたどり着いた刑事の懐の大きさ、男気、リサの笑顔を見て、少年王は刑事にリサを託す決意をしたんだ。逆に、刑事も少年王の人となりを見てリサがふさわしいのは少年王だと考え、リサを置いて日本へ帰国してしまっている。あら、リサはどうなっちゃったの？リサは、愛する刑事を追って日本へ単身移り住むことに、京都で刑事と一緒に過ごす毎日を選んだんだ。リサったら、すごい行動力で尊敬しちゃう。歌舞伎者として名を馳せていた刑事だったが、琉球から帰国してからは実に静かだった。愛するリサと共に過ごせることに安堵していた。しかしその反面、関ヶ原の戦いで敗北した上杉家の命運を気にしてもいた。確か、上杉家は120万石から30万石へ減封になったのよね。そうだ。さらに、米沢へ移るようにと指示もされていた。刑事としては上杉家についていきたかったが、減封された上杉家にそのような余裕はない。そのことを分かっていたから、静かに悶々と過ごしていたんだ。なるほどね。盟友である直江兼継もいるし、いろいろと心配だものね。ある雨の日、直江兼継が屋敷を訪れた。
米沢へ立つ知らせだった。刑事の雪の中に骨をうずめることになるかと微笑む姿を見て、刑事の意図を知る。刑事がいよいよ隠遁生活へ入るのだと理解したリサは、その後生に添い続けることができることを嬉しく思い、笑顔で涙した。ついに刑事様の集大成を迎えるのね。感動で涙が出ちゃう。今日での歌舞伎納めの際、歌え、踊れ、音を出せと歌って踊る刑事を見て、骨の変なお人ですねの言葉に、そうなの、変な人なのと涙を流している。その後、上杉家を追って米沢へ移住。刑事と共に晩年まで末長く過ごしたんだ。リサがどれくらい刑事を愛していたのかが、よくわかったわ。リサふるさとを捨てて、当時は外国扱いだった日本へ刑事を追いかけるなんて、刑事様もリサと一緒にいる時の表情がとても素敵ね。そうだな、リサの深い愛情がとてもよく伝わってきたな。本当ね、私もそんな風に人を愛することができるかしら？霊夢ならきっと大丈夫だ。ということで、今回の解説は以上だ。この動画が良ければ、チャンネル登録高評価をお願いします。それでは、アスタラビスタ。